こんにちは、ももです。今日は質問コーナーの第1弾を撮っていきたいと思います。で、あと YouTube といったら質問コーナーみたいな感じ、わかんないけど、インスタとかでたまに質問コーナーはやってるんですけど、質問コーナーっていうかストーリーで質問募集して返したりとかしてるんですけど、最近それもあんまできてなかったんで、今、ストーリーでこんな感じで質問を募集したので、10分ぐらいで今来てるやつを全部は答えられないと思うんですけど、なるべくたくさん答えていきたいと思います。どうぞ。はい、じゃあまず1個目の質問から。でん、好きなおでんの具は、1個目から好きなおでんの具、好きなおでんの具は大根と卵です。あと餅巾着が好きです。去年ぐらいから餅巾着はももの中で仲間入りした。はい、次、どこに行ったら会えますか。愛知のどっかか、東京で撮影行ってる時は渋谷に大体います。はい、次、本当に16歳、16歳です。今年17です。あと1ヶ月ぐらいかな、1ヶ月ちょい、11月30日が誕生日なんで、そしたら17歳になります。で、次、スキバレしたら押しますか引きますか。どうだろう、押す。はい、次、元彼は何人。元彼はゼロです。付き合いは今まで全然しなかったです。なんかそれいい感じとかなっても付き合ったりとかはしたことなかったです。はい、次、声が聞きたいな。YouTube だからね、ずっと声聞いてるでしょ。はい、次、好きな漫画とかある。漫画をね、最近全く読まないんですけど、漫画って何。こうやって読む系でしょ。あれ、読まなくても漫画なんかな、わかんないけど、中3とかの頃に一時期ジョイみたいな漫画アプリあったじゃないですか、 XOI みたいなやつ、あれでハマってたのは外見至上主義ってやつと、バスタードってやつに、あとなんだっけ、サイコロのやつ、なんだっけな、ダイナみたいな、ダイヤ、あの、なんだっけサイコロ英語でダイナみたいなあるじゃん、それ3つだけハマってました。あとは漫画がなんか動いててもいいならワンピースにめっちゃ今ハマってます。ネットフリックスで見てます。肌荒れはどうやって直しますか。どうしたら、できたらあんまメイクしないとか、なんか触ってみる、まあちょっと状況を聞いてみたりする。次、家族構成はパパがいてママがいて、でもも間にももが先に生まれて、で弟がいます。で、猫のブリオくんがいる。あと死んじゃったハムスターもいる。はい、次、髪の毛自分で巻くとき何ミリのこれ使ってますか。32ミリか25?26 かな、26、36か26です。次、ママちゃんみたいに可愛くなるにはどうしたらいいですか。ママの YouTube をたくさん見てください。そしたら多分ママになれます。はい、次、ギャルになるために必要なこと5つ、黒目にデカ目にメイクでして、涙袋を白くする、眉毛細くする、髪色ハイトーン、あ、爪を長くする。もうこれ爪長いの一番めっちゃ好きなの。爪長くないとテンション上がんないしね、かな。次です、ママちゃんが一番可愛いしギャルしか勝たん、ほんま、ありがとうございます。マママジでギャルしか勝たんと思う。ギャルの好きなところはやっぱ可愛いとこかな。目とかはね、はっきりしてるしって感じ。次、どんな人がタイプですか。男のタイプは優しくて強いって感じ。あとはなんだろう、優しい人がやっぱ優しい人が一番。はい、次、名前の由来は、なんか昔小学校の頃とかに名前の由来を発表する授業みたいなあったじゃないですか。それでママに聞いた時は可愛いからって言われました。多分なんかそんな意味とかはないと思います。そもそも感じないから。次、下ピいつ開けましたか。下ピは中3の今ぐらいの時期かな。いや、もうちょいなんか冬寄りの秋くらいの時期になってました。次、ブレイズやる予定はありますか。もうめっちゃブレイズしたいんですよ。
ブレイズしてみたいけど、なんか夏はもうめっちゃ汗かく人だから臭くなりそうだなと思って、できたら冬したいなって感じです今年。はい、次、今度オムライス作ってほしいです。作りたい、めっちゃあり。動画の企画でオムライス作ります。はい、次、好きな人がいるんですけど、その好きな人は私の友達が好きです。好きな人がいるんですけど友達ん好きな人がいるんですけどその好きな人は私の友達が好きです。諦めるべきでしょうか。諦めないかな。桃だったらそれは諦めないけど、多分でも好きにはなってくれないんじゃないかな。わかんないけど、なんか分からんけど、桃はまあどうせ別に桃のことは好きにならないけど、とりあえず好きって感じかな。でもなんかその人の恋愛相談とか聞くの超辛そう。頑張ってください。次、おすすめの化粧品は何ですか。おすすめの化粧品はこれ。なんか別に何でもいいけど、ケイトのアイシャドウ、これもめっちゃ好き。はい、次です。スケマのカスタムコレクションを見たいです。あ、それ YouTube で撮るのあるかもしれない。できたらスケマのカスタムの動画も作りたいです。次です。一番痛かったピアスは採用されますように。もうね、なんか通天的な点がなんかバカで痛くないんですよ本当に。ピアスどこも本当に痛くなくて、下も痛くなさすぎて自分で一人で開けたんですけど、なんか4回ぐらい刺し直す、もう全然真顔で刺し直したぐらい痛いのが強いんですけど、でもなんか鼻ピは痛くなかったんだけど涙がめっちゃ出た。鼻ピはでも痛いらしいです。はい、次、彼氏いますか。います。そう、初めてできた人が今いるんですよ。ママがずっと好きだった人。はい、次です。ママちゃんの卒業式のセーラー服の刺繍のデザイン見せて。はい、こんな感じです。テレン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 。はい、次です。認知してる子いますか。ファンの方ですよね。たくさんいますよ。なんか TikTok のコメントとか DM とかをよく送ってもらうこと方とかはなかなか覚えてます。うん、はい、次です。元彼と復縁したいけど元彼が女遊びに走ってる時ももあちゃんならどうしますか。絶対もういいですね、その方は。もうなんかその人がそんな女遊びとかしてたらガーンみたいなガビーン、お前そんなやつだったのかよーみたいな、で終わり。なんか好きじゃなくなっちゃう、そういう人、そんなんだったら。はい、次、彼氏にするならこれだけは外せない条件とかありますか。優しい、やっぱ優しいかな。次、中1でギャル極めていくのってありですか。めっちゃありだと思います。もうガンガン極めてほしい。門限とかって親厳しいですか。これ多分ね、厳しいと思います。帰ってこないとなかなかうるさいです、もう親は。はい、次、下っ自分で開けたんですか。自分なら何で開けたとかも教えてほしいです。自分で開けました。ニードルと消しゴムとティッシュで開けました。こうやってニードルを買ってきて、消しゴムをここにこうやってうんうん、でこれでブスって刺すだけ。毛の処理どうしてますか。脱毛に通ってます。全身やってもらってます。全身毛なくしたくて。次、めっちゃ面白いコメントだったんだけど、 YouTube 全部見てます、いい意味でコアラみたいでめちゃくちゃ可愛くて応援してますだってありがとうございます。だからね、たまにコアラって言われるんですよ。もうなんか友達とかにすっぴんめっちゃコアラじゃないみたいな言われて、ググったらめっちゃコアラだった。すっぴんとかもう本当にコアラに似てると思う、最近よく思います。ありがとうございます。でもコアラ可愛いから嬉しい。はい、次、女嫌だなって思うときは、女のなんかネチョネチョした喧嘩に関わってしまいそうになったときとかな。次、先生のこと好きになったことある。先生のこと好きになったことマジで興味ないです。でもなんか先生として好きっていうのはありました。身長は150cm です。151cm です。 150.8 です。はい、次、思わせぶりな態度を取る男ってどう思いますか。自分が好きだったらキュンって感じかな。そうじゃなかったらキモい。はい、次、好きな香りは何ですか。男がブルガリの香水つけてたらキュンとする。ブルガリの黒のやつ、ぜひ男の人つけてほしいって感じです。は
はい、じゃあたくさん答えたんで最後ラストにしたいと思います。めっちゃたくさん来たんですよ。すごい、見ます？ほら、まだね20分ぐらいしか経ってないのにね、こんなに質問をたくさんもらったので、こうやって最後はこうやって目つぶってこうやってポンってやったやつを絶対に答えたいと思います。用意スタート。目つぶってやってます。せーの、ポン。いいですね、最後っぽい。エッグに入ってよかったことはエッグに入ってよかったことは、たくさんの方にさらに知ってもらえて、おもしか勝たんとか言ってくれるファンの子に会えたこととかかな。あとなんだろう、もうたくさんあります。エッグに入ってよかったことは、エッグが大好きです。はい、ってことで質問たくさん答えました。イエーイ。はい、こんな感じで質問コーナー第1弾でした。なんか質問コーナー楽しかったから、また第2弾とか第3弾とかできたらいいなって思ってます。なんとか縛りの質問とかあるですよね。恋愛とかの質問とか、一問一答とか、そういうのも面白そうなんでやっていきたいと思います。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。